おはようございます。おはよう。今日はですね、2018年6月の1日、11時25分です。よろしくお願いします。おはよう。はい、金魚鉢さんはどつ、おはよう。おはようございます。6月もみんなよろしくね。おはよう。ありがとう、いいか娘さん。おはようございます。おはよう。ああ、まあもちろん、おはよう。アイテムありがとう。おはよう。あもちゃん、おはよう。はい、おはよう。はい、わどつ、アンコールおはよう。
はい、たくみさんはどつ。アイテムありがとう。コメントが出てない？嘘？あ、本当だ教えてくれてありがとう。寝起きだから出た。 OK。 我々の声が、おはようにやこ、アイテムありがとう。セカンドステージおめでとう。うん、ありがとう。ハイボール太郎さんお疲れ様です。どうも。サボりにサボって出た。仕事がたまりまくってるよ。サボりにサボってしまったからね。今日金曜日か。アイワトツ、タロマルさんアイテムありがとう。アイワトツ、おはよう。
ふわチョコありがとう、アンコロ。ありがとう。サンキュー。今日はね、あれやるよ。横断幕作る。横断幕。和道横断幕ね。サイズどれくらいがいいかなとか思って迷ってるんだよね。ちょっと待ってね。業者さんのメール見よう。最近夜放送してないよ。放送頻度が減ってる。昨日もねちょっと話したんだけどね、配信休もう休もうとしてたんだけど、もうルーティン化してるからやらないとそわそわしちゃうし、やっても乗らないしでね、ちょっとなんかあれなんだよ。休んでた。配信時間減ってるの俺。昨日は夜やってたけど夜中とかやってないよ全然。朝方ちょっとやって終わり。なんかね配信乗らないんだよね。どなせくさんいらっしゃい。サイズどれくらいにしようかな。横断幕、物販のさ横断幕をやろうと思うんだけどさ、こうバンドマンの横断幕っていうのあるじゃん、あれ作ろうかなと思って。どんなデザインがいいかな。サイズがこれか、縦幅と横幅を決めないといけないんだよね。どれくらいの大きさにしようかな。背景赤がいいかな。目立つ方がいいよね、物販席の横断幕だから。サイズがどれくらいだろう。結構遠くからでも目立つようにしないといけないから、横が横120でこれくらいあんのか。あ、結構でかいね。横120でいいか。横120の横120で十分だな。で縦幅、縦幅がどれくらいだ。45と45センチ。ちょっと小さいな。縦幅60でこれくらいか。どれくらい必要なんだろう。縦幅60でも狭いな。縦幅90、縦幅90だとこれくらいか。縦幅90でかいかな。縦幅90だとでかいか。かさばるかな。どれくらいがいいと思う、横断幕。どうしようかな。縦幅60だとこれくらいか。60ぐらいがちょうどいいかな。どう思う。縦幅60の
横は2メーター行っていいと思う。2メーターじゃなくて、120センチ行っていいと思うの。これくらい。横はね。で、縦幅がかさばるから60にする？縦幅60。小さいかな？どうなんだろう。縦幅60。どうしようかな。のんちゃんどう思う？横断幕さ、60だと小さいかな。持ち運び便利な方がいいよね。60でいくか。120の60でいくわ。120の60で。120の60。急ピッチでやろう。なんかさ、和道のお店、物販の名前、いいのないかな？のんちゃん、なんかいい名前ない？物販の名前。和道グッズ。普通じゃない？なんか、和道のお店の名前考えてよ。和道屋さん。なんかいい名前ないかな。いい名前募集中です。和道物販のお店の名前。なんかあったら教えて。はい、こんにちは。ナツさんいらっしゃい。なんて名前にしようかな。和戸屋。和戸屋にする。シンス何年って書こうか。シンス何年って書こうぜ。老舗感を出そう。シンスって書こう、シンスって。背景は赤にしようか白にしようか迷ってるんだよね。背景どっちがいいかな。赤の方が目立つとは思うんだけど、俺が生まれた日なの、シンス。老舗感出るよね。1985年だから。いや、物販だね。捨て頃の物販の横断幕を作ってて、今。今日発注かけるんだけど、デザイン仕上げじゃん、もう。で、このまま業者行く。今日忙しいよ。バタバタだよ。和戸屋。和戸屋か。
部屋ね、俺の部屋ね、36LDK って言われてるんだけど、その中の作業部屋だね、ここは。3階建ての、プリンセスガーデン3階建ての36LDK なんだけど、そこの一番角部屋だね。はい、そうそう、おはよう。ラウンジだね。 カフェエリアだね、俺の家のカフェエリア。はい、ワド2、バビル2世さんいらっしゃい。何がいいかな。横断幕白の方がいいかな。和道商事とかにする？ もっとなんか世界的な企業感を出す。グッズにとどまらないぜっていう。どう？和道屋とかだとさ、なんか漬物屋さんみたいになるじゃん。あもちゃん。なんか、あ、町の商店ねって感じが出るから、やっぱり和道、世界の和道だから、和道商事とかさ、なんかこう、和道、和道商事は絶対老舗中の老舗、世界的に活躍してる企業感が出るでしょ。5月はね、47万円稼がせていただきました。ありがとうございます。トータル47万でした。グッズの制作費などに当てさせていただきます。和道商事はダメかな。和道商事、和道辞書とか。和道ワールド。 すぐ倒産しそうだね、和道ワールド。 ありがとうね、たくさんアイテムを応援してくれて。あ、で、今月さ、みんな有料アイテムなんだけど、お願いがあるんだけどさ、キャンペーン、期間中の場合さ、花火じゃなくてさ、チョコボールみたいなやつにしてもらえるとありがたいです。もしかしたらなんか、あ、無料アイテムも配られてるからちょうだいね。もしよかったらさ、あれ、有料アイテム、チョコボールでお願いします。ガムありがとう。無料アイテムじゃんじゃんちょうだい。ありがとう。花火ありがとう。そうそう。全然話聞いてない。全然話聞いてない。ありがとう。気持ちいいね。気持ちいいね。伝わらないっていいね。ありがとう。そうそう。了解っつって。コメント上手くなってきたね。
キサラさんいらっしゃい。どうもありがとう。コーヒー飲もうかな。ジュースいる？いや。なんかジュース買ってくっか。ちょっとコーヒーかなんか買ってくるわ。何がいいかな。モーニングコーヒーかな。コーヒー買ってくるね。もうじゃあさ、エアコン止めて。今日空気いいわ。ただいま。はい、海保、おはよう。
一旦帰る？何時頃戻ってくんの？いいよ、連絡ちょうだい。今から行くよって。俺多分外出てるかもしんないから、なんだ、業者に注文かける。連絡は欲しいかな。お疲れ。なおはよう。じゃあ気をつけてね。で、バーンって書いた方がいいのかな。物販って。でも夢だったんだよな、ガキの頃から。横断幕、バンドさ、でかいバンドは横断幕必ず持ってたんだよ。やっぱ業者が、プロが、セミプロとかになってくると業者がつくからさ。今ネットで便利だから何でも調べられるもんね。昔はさ、ほらネットがなかったから調べらんなかったから、業者とかに詳しいさ、やつがいないとメンバーに作れなかったんだよ。今便利だよね。子供の頃の夢がまた一つ叶うね。和道横断幕。はい、ヤナラッキー、おはよう。無料アイテム余ってる人いたらぜひちょうだいね。有料アイテムもお願いします。バンドマンってライブやるときに後ろにバックにね、なんていうんだっけ、あれ、海賊旗みたいなの掲げるんだよね。なんていうんだっけな、バックドロップだ。バックドロップ。バックドロップって言って後ろに旗をね、やるんですよ。そうだ、思い出した、バックドロップだ。MacBook Air だね、これは。もう何年前かな、何年だこれ使ってんの。ちょっと待って、これね、なんだ、シリアルナンバーかな、どこに書いてあるんだろう、名前、あれ、これ何年ってどこに書いてあるっけ。2011年だから、もう7年使ってるよ。もうね、1個ボタン効かないのが出てるしね。替え時だね。限界。7年も使ってると。1個ボタンね、作動しない。ネットのね、見る分には全然問題ないんだけど、フォトショップもちょっと止まる時があるし、結構きついよ。MacBook Air だね、これは。MacBook Pro 欲しいな。トムさん、アイテムありがとう。匿名さん、アイテムありがとう。
はい、こんにちは。どうも。ちょっとおはよう。はい、でもありがとう。マックはね、MacBook Pro にしようかなとか思ってる。MacBook Pro。Mac 買い替え時に、でもね、別にどうなんだろうなとか思って、ノートパソコン、レッツノートあるから、Mac の方デスクトップにしようかとか思ったりもしてるね。まあ、買い替え時は買い替え時だなと思ってるんだけど、ちょっと判断が難しいね。最近ね、いや別に今使えてるから問題ないんだけど、なんて言うんだろうな。なんか昔は欲しい欲しいと思って、金ができたらすぐ買ってたんだけどね、最近性格変わったのか、なんて言うんだろう。あるものでいいじゃんってなってきて、お金あんま使わなくなったんだよね。欲が減ってるというか。すげえ困ってるんだよ、俺自身。なんか、お金の使い方を勉強したいね。なんかいい使い方。なんかお金使うっていうことを勉強したことがなかったから、なんかぶっちゃけた話言っていい？俺、生涯に最高の貯金の金額って、実は中学3年生の時の30万円なの、アルバイトやってた時に。で、現金全部使ってきたの、今まで。で、貧乏になっちゃったから、まあ、必然的に使う額も減ったけど、最近さ、収入が上がってきてるわけじゃん。で、なんかお金を使うのが怖いんだよね。その生活保護の生活習慣のせいで。何があるか分かんないっていうのがもう 本当に身をもって分かったから怖くて使えない。でも使わないと意味ないじゃん、お金って。すげえむずいよ。変なものに使うよりさ、あとパチンコやめたとかギャンブルやめた方もでかいんじゃん。ギャンブルやめてさ、なんだろう、お金使わなくなったっていうのがでかいかもしれない。あ、ゆさんありがとう。それ、じゃんじゃんちょうだい。じゃんじゃんちょうだい、ゆさん。それと、チョコボールってやつが、じゃんじゃん欲しい。両方ともちょうだい。じゃんじゃんください。
昼から仕事してる俺かっこよくない？どう思う？昼からこうマックでノマドワーカー的じゃない？俺かっこよくない？今の俺。どっからどう見ても傍から見たら成功したでしょ。やっぱ興奮してきた。マックを片手にね、コーヒーを、タバコを吸いながらコーヒーを飲みながら、お昼にゆったり仕事してる俺かっこよくない？成功者でしょ、完全に。かっけえな。かっこよさしかねえな。すげえわ。キッズの憧れだね。そうそう、今日暇なの。最近ロム税多すぎるんだよな。最近なんかロム税また急増中だよね。ほら、和道リスナー仕事しながらの人が多いからさ。仕事のラジオ代わりに聞いてるでしょ、みんな。イエス。FX とかのトレーダーさんも多いんだよね。ビットコイン組とか。ビットコイン組はなんかビットコインやめたらしいんだけど、噂によると。この角度通さが一番かっこよく見える。いや別にかっこつけてるわけじゃなくて、作業枠だから正面からだと下向いちゃうから、角度変えただけよ、ルリ。あれ？俺のこと好きなの？ルリ。そうなんだよね。俺かっこいいんだよね。いや、別に普通に無言でも全然平気だけど。周りが面白くないんじゃないか。っていうかね、もうね、最近ね、考えなくなったね。実を言うとね、とある配信者が生活垂れ流し配信やってて、それ参考にしたんだよね、不発地震来るとき。もう、ありのままをさらけ出そうっていうコンセプトの。人間力だけで勝負しようと思って。だから、本当に理想は、なんだろう。配信はただ神の目線でバーッと垂れ流してて、普通になんか、なんだろう、やりとりを垂れ流してるだけとかの方が、俺はなんか理想的だけどね。その方が楽じゃん。
そろそろね、オフラインとオンラインっていう概念が俺はなくなると思ってて、常にオンラインが当たり前の社会が来ると思ってるから、常時接続だから今だけだよ、このオフとオンっていう切り分け方してるっていうのは。常にオンラインが来るから。予言しておくよ。俺が無視してんのにお前らがコメント拾ったら意味ねえだろ。お前らがコメント拾うとかまってちゃんが発動するから、こんなの無視でいいんだよ、無視で。なんで構うんだよ。藤木に構うなよ、ほっとけよこんなバカ。お前らが構えば構うほど居場所見つけたってなっちゃうから。いいぞ藤木じゃねえ、煽ってんじゃねえよお前。いいぞ藤木はないだろ、やめとけって。ただでさえ荒れる放送みんな嫌がるのにさ、ピュアミンたちが怯えるでしょ。情弱ちゃんとかが居づらいってなるから。可愛い和道ピュアミンたちの居場所がなくなっちゃうから。藤木にアイテム渡さないで、藤木に。最近ネタ不足気味だから、こういうのをうまく料理して。いやだからもうその発想が疲れたんだって。俺何年やってると思ってんだよ。もういいんだってこんなの、ほっとけばいいんだよこんな藤木とか。無視無視。藤木がレギュラー化したら嫌なんだけど俺。藤木に謝るね、俺に謝れよ。なんで藤木に謝るんだよ。それだっつってんだよ。それがダメなんだっつってんだよ、アンゴロ。藤木に構ってんじゃねえよ。今藤木熱くしてるんじゃねえよ。今藤木が熱いみたいにすんだよ。
あ、そういう作戦なの。逆に。もういいや、じゃあ好きにやっていいよ、任せるわ。アンコールとかもそそはね、長いからね、ここね、なんだかんだもう常連組だから、もうあなたたちに対処任せるよ。じゃ、藤木弾幕やめてください。そうだね、精神科行った方がいいね。うつですねって、うつ病ですねって言われちゃう。おっとといらっしゃい。おサプリワドツー、アイテムありがとうサプリ、お疲れサプリ。今ね、あのバックドロップって言って、トトいらっしゃい。あのバンドマンがさ、後ろに旗掲げるじゃん、横断幕みたいな、バックドロップって言うんだけど、あれ作ってるね、セコロの物販用のやつ。はいはい、玉子みそお疲れ、風船ありがとう、トトいらっしゃい。バックドロップの制作、どんなデザインにしようかな。背景赤にするか。わお、トトウありがとう、花火ありがとう、トトウサンキュー、ありがとうございます、サンキュー。背景赤と赤と、どうしようかな、黒もかっこいいんだよな。バックドロップの色何がいいかな。迷うな、赤背景、白背景、黒背景、何がいいんだろう。迷う、非常に迷う。
ありがとう、花火ありがとう、アンコロサンキュー。旅配信？旅やりたいよ。たださ、ほら忙しいんだよ。本当に忙しいんだよね。旅やりてえよな、ちょっとな。いや旅やりたいよ、俺も。伊豆とかで配信したいよ。旅行きてえな。韓国とかもちょっと行ってみたいんだよな。旅行きたいね。ありがとう、アイテムありがとう、チップスナーさん。ありがとう、アンコロ花火ありがとう。ウェイ。スケジュールなしって弾丸塾捨て頃とかさ、それ違約金半端じゃなくかかるんだけど。出してくれんならいいよ。捨て頃キャンセル料50万出してくれんの。無理でしょ。やっぱ受けた仕事は、仕事はちゃんとやんないとね。ギャラもらうわけですから。初見さんいらっしゃい。自分でやりてえっつってバックレルとかダサすぎるでしょ。一回保存すっか。保健所？何保健所って。保健所ってなんだ。俺生放受けてるように見える。逆に生ポ受けてると思う。逆に聞きたい。俺が生ポに見える。生ポに見える。逆に聞きたいわ。
音出てるでしょ。音楽ない？音楽ない？音楽入ってるよね。入ってない？出てるよね、音楽入ってる入ってる。曲もできた。この前曲作ったよ、もうシンガーソングライターできたら教えて。いや曲もできてるよ。バンバンミュージシャンとして活動してるよ。深みありがとう。アイテムありがとう。おはよう。
何フォローしてんだよ藤木、お前ふざけんなよ、お前ら責任取れよマジで。藤木ががっつりフォローしてるんだけど、いい、お前らだからやめろっつっただろうがよ、居場所見つけたってなってるじゃん。藤木がっつり俺のことフォローしてるんだけど、藤木がフォローしましたって、ふざけんなよ。なんか嫌な予感したんだよね。藤木仲間なの？何ファミリーに迎え入れてんの？めんどくせえの増やしやがってよ。客層荒れるぞ本当に、そんなことでやってると知らねえ、知らねえ。ああ藤木の居場所作っちゃった。藤木がフォローしました。部屋綺麗、そう。そうでもないと思うけど、汚いけどね今。広い家に住みたいよな。狭い部屋好きなんだけど、もう物を片さないとダメだね。収納が限界。ミニマリストなんだ、いいね。いや、いいじゃん、そっちの方が。俺はもうごっちゃごちゃだよ、部屋。なんかシンプルな部屋に住んでる人は、シンプルな考え方できる人だよね、物事。この部屋俺のね頭の中が具現化してるよね。えよっさん珍しいねこの時間ね、深夜の帝王なのに。7畳奥とかもひどいよ、もう階段が壁になってるからね。棚はほらのりこが映らないようにこれは設置したのよ。のんちゃんがずっと後ろに寝てるから、作業スペースと寝る生活スペースを半分に切り分けた。ごちゃごちゃしてる部屋は嫌いじゃないんだけど、やっぱディスプレイをきれいにやらないとダメだよね。清潔感がないこの部屋。祖祖の家がすげえ綺麗でさ、すげえ清潔感あって超良かったんだけど、祖祖の家朝起きてびっくりしたんだけど、
ハワイアンミュージック流してたからね。すげえ良かったんだけど、バカンスみたいになってたもん。リビング広くて、ハワイアンミュージックと思って、ちょっと我が家も実は採用してて、あの俺がねハワイアンミュージック朝流すの、実は配信外で。そしたらのんちゃんがね、ハワイだハワイだって騒ぐんだよ。ハドさん、ハワイがハワイが来たっつって、そうそう、実はパクってる。俺の家今ねハワイアン流れるから。なんか風呂場からアロマの匂いみたいな、超いい匂いしたし、成功者でしょ完全に。フラダンスしようか、あのネタ。ハワイアン流す朝、ハワイアン流してないでしょみんな。祖祖の家はハワイアンが流れるんだよ。嘘だろって思ったもん俺。めちゃめちゃ日差しいいし、ハワイアン。日曜日っていうか、めちゃめちゃね朝いい感じになるよ。ほんと海外旅行来たみたいになる。てか俺ハワイ行ったことないんだよな。ハワイ行ってみたいな。ハワイ、ハワイいいらしいよね。ハワイ、妹と母ちゃんが行ってたけどな。日本人だらけなんだハワイ。それ昔じゃないの？今も日本人だらけなの？なんで日本人ってハワイ好きなんだろうね。ハワイってあれ真珠湾攻撃仕掛けたところじゃないの？あれハワイだよね。違うのかな。向こうの現地の人複雑な気持ちじゃないの？クソジャップ扱いされないの？え、ハワイ人の血流れてたっけ？純日本人の顔立ちだったけど。思いっきり大和民族の顔してたけど。典型的な日本人顔だったよ。あ、もともとハワイ王国か。カメハメハ大王がいたんだもんね。ハメハメハか。なんかでもちょっと海外を第二の故郷みたいなことを言う人いるじゃん。なんか親父とかもさ、やっぱバンコクは第二の故郷とか言っててさ、ちょっとずるいよねあれ。親父はタイでホームレスやってたらしいからね。なんかそれで人間不信になっちゃったらしい。なんか親父ほらコミュ障だからさ、あのムエタイに修行行ったんだけど、パスポート盗まれて誰も助けてくれなかったらしくて、で半年間なんかもうほんと物盗んだり、ネズミとかミミズとかなんかもう本当に何でも食って生活してたっつって。親父ムエタイで若い頃行ったんだけど、渡米じゃねえやタイに行ってパスポート盗まれて、でそれ人間不信になっちゃったから、未だにね友達がねほんと少ない。家族を自分の家に招いたこと一回もなかったね。本当にすごい極端な人で、母親がびっくりしてた。親父の友達見たことないっつって。ガチのサバイバルだったらしいよ。偽造パスポートで帰ってきたって。もう最悪の最悪だよ。当時は大変だったんじゃないの。なんかほら今と違うじゃん、ネットがつながってるわけじゃないし。
リアル電波少年みたいなことやってたんでしょ。だから本当人間不信なんだよね、俺の親父。その親父が俺を育てたからね、やっぱね、なんかそういう価値観になるんだ。いや、信じれる人はごく一部でいいと思うよ。なんか信じれるっていうか、信頼っていうのかな。なんか信じるって言葉あんま好きじゃないんだけど、なんか本当に信頼できる人は数人でいいと思う。大手にかぶってる？何が大手にかぶってんの？何時までだこの会社、営業時間出ますねと。あ、夕方やばい、早く着くんねえと。バンプオブチキン聞きたいな。ちょっとバンプオブチキン流すから枠取り直すわ。次枠ちょっと自分のかけたい音がかけながら作業するわ。作業効率上げるために。